殿下、相手が雑魚だからって油断したらいけませんよ。私が戦闘の基本を説明しますから、しっかり復習して確実に倒しましょう。そうだな。魔王であっても基本は大事だ。準備運動がてら軽く鳴らしておくか。仕方ありません。私も一緒にいる限りはきちんと覚えてお役に立たないといけませんね。まずはマップ上にあるベースパネルにカーソルを合わせてバツボタンを押してみてください。はい、画面にキャラクターのリストが表示されているのがわかりますよね。今度はそこから戦闘に出撃するキャラを選んでみましょう。よし、俺様が出るぞ。ではリストからラハールを選んでバツボタンを押してください。参ります。しまった、間違えた。あらら、私が出ちゃいましたよ。間違えた時は対象キャラにカーソルを合わせて丸ボタンを押してください。ベースパネルに戻ってくれますから。まとめて片付けてくれる。うん、これでいい。もしマップが見づらい場合は回転させて視点を変えることもできますよ。 L1 ボタンで左回転、 R1 ボタンで右回転です。あと四角ボタンを押しながら L1 ボタンまたは R1 ボタンを押せば視点の高さなども変化させられますからね。お好みで調整して進められるわけですね。それでは次に出撃したキャラに指示を与えていきましょう。よし、攻撃あるのみだ。はいはい、じゃあまず敵の隣まで移動してください。キャラにカーソルを合わせてバツボタンを押すとキャラのコマンド一覧が表示されます。そこから移動を選ぶとまず移動できる範囲が見えますから、その中で移動したい場所を選択してください。さて、移動が終わったら今度は攻撃を選んでみてください。ザコめ、魔王の力を思い知るがいい。おい、エトナ、攻撃戦ではないか。忘れちゃったんですか。今のは行動登録をしただけです。すぐに攻撃が始まるわけじゃありませんよ。登録した行動を実行したいときは三角ボタンでメニューを呼び出して攻撃開始かターン終了を選ばないといけません。そうだな、うっかりしていた。では攻撃開始を選んでやろう。これが攻撃までの一連の手順になります。行動登録、三角ボタン、攻撃開始の流れをしっかり覚えておいてくださいね。たくさんのキャラに行動登録をした場合はどうなるんですか。その場合は攻撃開始をすると登録した順番に行動することになるわね。それを利用して連携やコンボを狙うと戦闘が楽になるわよ。ちょっとやってみましょうか。じゃあ私とフロンちゃんで試してみますね。行くわよ。参ります。うん、なかなかやるな。これは連携とコンボか。連携は攻撃時に味方キャラが隣接していると発動することがあり、最大4人連携が可能です。コンボは同一のキャラに対して連続して攻撃すると発動するもので、コンボ数を重ねるほどに威力を増していきます。コンボが途切れないように意識して行動を順番に登録するのが基本ですね。なるほど、連携とコンボを活用すれば魔王の俺様に敵はないな。それから
攻撃や特殊技などの行動を実行してしまうとキャンセルはできなくなりますから気をつけてください。わかりました。メモメモっと。ところでこのターン終了を選ぶとどうなるんでしたっけ。あ、悪霊解散。スワッ、こらフラン、俺様がボコボコにされているではないか。ごめんなさい。ターン終了を選ぶと味方の行動は終了して敵の行動に移ります。敵の近くに一人で突っ込むと今みたいに痛い目を見ますから、よく考えて行動してください。肝に銘じておきます。まあ万が一戦闘不能になっても魔王城にある魔界病院で回復できますよ。有料ですけど。ただし出撃できるキャラがみんな戦闘不能になるとゲームオーバーです。俺様がいるのだ。そんな事態になるはずがない。それにしても覚えることがいっぱいで大変ですね。三角ボタンのメニューから戦闘知識を選べば今説明した内容を何度でも確認できるから安心しなさいって。とりあえず戦闘の基本はこんなところですかね。よし、では実戦に移るぞ。エトナ、フロン、俺様に続け。